皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、まずね、最初に今日も写真を見ていただきます。撮影したのが 2,3 年前ですね。ニコン DF かニコン D780 の 24mm か 28mm を持っていて、天気のすごくいい日ドライブしてニセコっていうところで撮影した写真です。で、今日の目的はそのサウンド、そこのバックに使った音楽、この音楽をリニューアルしましたので、これをこのチャンネルの中で流して YouTube の AI に引っかかるか引っかからないかをチェックさせていただきます。それではご覧ください。いかがだったでしょうか。前回お見せした時はカラーの写真で4対3のオリジナルです。で、今日はモノクローム、しかも古い映画のようなノイズを加え16対9にしています。トリミングしてます。まあ、目的は私の音楽が AI に引っかからないかどうかということでございます。テンポ、まあ、サウンドの基本的なものは前と同じですから、私の曲と認めてはいただきましたが、その都度引っかかってやり取りするのはしたくない。今回は主旋律を加えていますから、前とは違う別物の曲になっているんじゃないかなと思います。で、私は今68です。で、曲作り始めたのが16か17だから、もう何年やってるんでしょうね。
で、とにかく曲を作るのが好きだったんですよ。で、高校生の時にギターを購入して、テープレコーダー、アイワのカセットテープレコーダー、FM 放送を聞いて、その FM をこうガチャンってカセットテープに録音するんですよ。例えばショッキングブルーとかグラスルーツとかブレッドとか、まあ、そういうね、私の好きな音楽を流してくれていたんですよね。で、それを録音して聴くということと、自分の曲をこう録音しながらたどたどしく作っていくということに使っていました。あの頃カセットテープいくらだったか分かりますか？500円もしたんですよ。1本のカセットテープが500円だったんです。だから、まあ、下宿生活で親には迷惑かけれませんから、カセットを買うために昼飯は我慢する。昼ご飯のお金を、まあ、パンですね、パンとかの牛乳とか買うお金を1日200円か300円もらってたんですよ、親からね、仕送りですね。で、これを2日3日我慢するとカセットテープが買える。さらにもうちょっと我慢すると FM ファンとかミュージックライフとかそういう雑誌が買える。だから高校2年生からは昼ご飯を我慢すると、そして自分の好きな音楽を聴いたり、その音楽がいつ流れるかを調べるための FM ファンという雑誌を買ったりしてましたね。いやー、苦しい時代でしたね。やっぱり昼ご飯食べれないから、学校の中ではやっぱりちょっとね、みんなと一緒にはいたくなくなるんですよね。自分だけお昼食べれないですからね。まあしょうがないんです。それはわがまましてるわけですからね。それで高校生の時、私一つ発見したことあるんですよ。カセットテープレコーダーって消去ヘッドと録音ヘッドがある。消去ヘッドにセロテープをつけて、録音する。で、もう一度それを再生して録音する。前の音が全部消えてないから、そこに自分の、音を重ねることができるんですよ。まあそんなバカなことを高校時代やってましたね。で、大学生になるとアルバイトができるようになるので、そうすると3年生の時かな、カセットテープレコーダーを2台、パイオニアのやつですね、2台買って、片方から再生して、それをミキサーを通して録音する。そうすると多重録音を何回も繰り返すことによって、もう3回4回ねやると、そこそこ一人で、音楽が作れる。カセットテープレコーダーって往復ですから、全部でトラックが4つあるんですよ。この4つを全部トラックを使って録音できる時代が来た。ただし1つのトラックはシンク信号を入れる。で、このシンク信号を入れたトラックはリズムマシーンっていうねものがあるんですよ。リズムマシーンに接続して、そこでリズムを再生する。で、そのリズムマシンをベースにしながら、今度は、ヤマハの DX7 とかね、あのシンセサイザー購入して、録音していくんです。で、そのうち MD で多重録音できるものが出たり、そうですね、なかなかいいものがたくさん世の中出てくるようになって、コンピューター DTM っていうんですけどね、
コンピューターは何トラックでも自由に使える。で、自分の曲を本格的に作るようになる。その頃の、曲なんですよ。まあ、どうでもいい話ばっかりしてますけど、まあもうあと何年生きられるかわからない、うん、そうすると過去に作った100曲以上の曲をなんかきちっとした形で、録音したいなっていう気持ちもあるんですよね。でその音楽プロジェクトみたいなものを1月ぐらいからちょっとやってみようかなとか思ってるんですよね。人生は一度しかない。で時間も限られている。もう本当に一日一日大切にしないと、もうあっという間にこうジエンドになってしまいますから、やりたいことをやっていきたいなと思うんです。ということで、今夜もご視聴いただきありがとうございます。